Welcome to Tokyo Tokimeki Channel. I'm your navigator, Satoshi. This time, I asked some highly requested questions to young men walking around Shibuya. The theme of the questions was, would you choose a beautiful woman with a bad personality or an ugly woman with a good personality? It's an interesting question whose answers change depending on culture and personal tastes, so be sure to watch until the end. 性格のいいブサイクと性格最悪の美女どっちがいいですか？それ一番迷う質問ですね。性格の悪い美人。美人で。どうしてそっち？いや、もう顔一番なんで、性格はまあもう嫌やったら別れたらいいんで。僕は性格のいいブサイクです。性格のいいブサイク。可愛くてもどぎついのやったらやっぱあれじゃないですか、嫌じゃないですか。はいはいはい、何やねんこいつみたいな。そうイライラするたくないんで。性格いい子がもう一番ええと思います。はいはいはい、ね、はい、まあ僕も同意見で性格のいいブサイクですかね。まあまあ今まで学校生活とか送ってて、まあ可愛い子であんまり性格いいの見たことないんでまあ内密に。ああ、性格の悪い美女。おじさん早いね。え、付き合ったらさ良くなりそうやから。あ、俺も育てるわ。まあ、俺が育成する。育成調教調教調教やらしい。おお、んじゃね、そう、ブサイクってまたね。じゃあ性格の悪い美女で、まあ言うたらね、まあ僕が野獣になればね、まあ、美女と野獣になるんでね。そう、はい、美女と野獣でね、はい、美女と野獣で、じゃあもう野獣買っちゃうんで、はい、美女と野獣いっちゃったらいいぞね。はい、僕も性格の悪い美女ですかね。やっぱ可愛い方がいいですね。まあ性格っていうのはまあ僕が何とかすればいいわけなんで、まあ顔は整形しない限り変わらないんで、まあそういう理由ですかね。僕が女の子どうにかします。やっぱり美女の方がいいですね。美女の方がいいですか？はい、そこはやっぱ譲れないところがありますね。第一印象顔なんで申し訳ないですけど。じゃあすげえことを聞きますけど、はい、何でも払ってくれるブサイクと何でもおごらされるこう美女どっちがいいですか？なるほどなるほど、それめちゃくちゃ答えづらいですね。やっぱ美女の方がいいですね。美女がいい、はい、でもまあブサイクでもまあどの程度かは分からないですけどね。やっぱ自分がお金持ちになります。まあやっぱりね、世界はね、まあ、このやっぱ国はね、やっぱ金が物を言うんでね、はい、やっぱなブサイクのね、何でも怒るやつよね。そっちの方がいいんですよね。何でも怒らされて美女で何生きとんねんってなりますよね。はい、ダメっすダメっす、そんなん、もうそんな美女ダメっすよ。もう悪女、そうやったらブサイクで怒ってくれる方がね、自分のためにもなるんでね。美女の方がいいっすかね。そうですね、まあお金大事なんですけど、僕がお金持ちになればいいわけなんで、はいはいはい、僕がお金に困らないほどのお金持ちになれば、やっぱ可愛い女の子は可愛い方がいいですよね。顔が大事ですね、やっぱり。性格のいいブサイクです。どうしてどうして？僕はまず女の子がちょっと苦手なんで、美人で性格悪いと多分話すこともできないんですけど、ブサイクでも性格良くて話が合う方が僕にとってはいいかなと思います。僕も性格のいいブサイクの方がいいと思います。性格悪いと裏とかがあったらもう怖いんで、引いてしまうっていうのがあるんで嫌ですね。僕も性格のいいブスがいいですね。性格のいいブスで、まあちょっと性格悪い人はきついなっていう。ああ、単純に、はい、生活できないなっていう。ああ、なるほどね、はい、いやまあこれはちょっと面白くないかもしれないけどまあ性格のいいブスですね。長く付き合うならやっぱり中身の方が重要になってくるのかなって思います。その性格というブサイクに求めるものは、求めるもの、まあお互いを尊重できるかどうかですね。なるほどね。はい、これがあれば大丈夫だと思います。いや性格のいいブスですかね。どっちかといったら好感度を狙ってじゃなくてもそっちかな。僕はもちろん性格のいいブスそうブスって、まあ、どれくらいの度合いにも言いますけどね。はいはいはい、まあ、やっぱ内面大事なんで。付き合うなら性格のいいブサイクがいいですかね。ちなみに何だったら性格の悪い美女でもいいかな。まあ一晩とかちょっと遊びだったらいいかなと思うんですけど、付き合うってなるとやっぱり長い時間一緒にいたりとか、まあいろいろ一緒に時間過ごす時間が長くなると思うんで、はい、それで美女だったらこっちがなんか疲れちゃうで、ちょっとブサイクならちょっと、まあ、自分がちょっと上に立てるかなと。自分が言うのもなんですけど。究極クエスチョン来ました。余裕で性格の悪い美女です。やっぱり顔じゃないですか。めっちゃ性格悪いんだよ。全然大丈夫です。ウェルカムミー。僕はめっちゃ性格の悪いブスです。あ、
間違った美女です。やっぱり、まあ、人は外観から入るって言うじゃないですか。第一印象良くないとこう関わりにくいと思うんですよ。なるほどね。美女で、まあ、性格なんか合わせていけるんですよ。なんとか性格が良くてもこう趣味とかが違うと合わなかったりするじゃないですか。可愛い人が好きなんで。なるほどね、はい、性格の悪い美女がいいです。一緒に歩いてて、はいはい、あいつ、女持っとんなっていう僕外見からの意見が欲しいんです。なるほどね、はい、まあその性格悪さは俺が直してやる。お俺が直してやるね。僕は性格悪い美女ですかね。まあ外見大事ですね、まあ、中身はなんとか自分が直すみたいな。あ僕なら性格のいい方ですかね、はい、あれじゃないですか。僕もそんなイケメンなタイプじゃないんで美女と付き合ってもなんかあれかなって思うんですけど、やっぱ一緒に行って楽しいだって性格いい子じゃないですか。雰囲気がやっぱ合うというか、そういう子の方が一緒に楽しいなって思いますね。優しくて気を使ってくれそうな子がいいですね。僕は自分も性格がいい方がいいですね。やっぱ包容力っていうか優しい感じですよね。でもちょっとエスっ気もあってもいいかもしれないですね。ソフトな感じでお願いしたいです。性格のいいブサイクと、はい、性格最悪の美女。性格いい方です。やっぱり喋ってて楽しいのとは性格っていうのが出るんですよ、はいはいはい、やっぱ性格が良くないとなんかもう自分が悪い方に行っちゃうんで、もう顔より中身で。 What did you think?If you have any opinions or thoughts, I would be happy if you could leave a comment. This channel will provide all kinds of information related to Japan. If you are interested, please subscribe to the channel. We are also waiting for your requests, so please feel free to comment. See you in the next video.